ちょっと見ていきたいと思います。プルプルプルこれったね、グループ結成時からみんなのお姉さん的存在だった森谷茜。そんな彼女といえば、打ってくんないと試合にならないんだけど。絶対オンエアさせます。敵を取らないといけないと思う。絶対負けねえ。どんな企画にも全力で命がけ。いつしかついた異名は軍曹。話が違うと思うんですけど、うん、殺されるんですか。そんな森谷の新たなキャラが生まれたのが、2チームに分かれて行われた秋の大運動会ラスト。一発逆転がかかった全員参加のリレーキャプテン、今までの何だったの。リレーで全部決める。何事にも全力がゆえに感情があふれ号泣する姿が番組の名物に。名物だったんだ。泣いちゃった森谷。抜かれる。森谷さんの脚力ならすぐじゃないですか。いや、それはいいんです。それは自信あるんですよ、うん、脚力。でもこのクイズが分かるかは分からないんですよ。どんな企画でも全身全霊で取り組むことで番組を大いに盛り上げてくれました。いや、名場面多いのよ。